本日の聖書箇所は167ページ、ヨハネによる福音書、第15章16節です。この箇所より、高木牧師より、立てられている存在としまして、メッセージを取り継いでいただきます。それでは、司会者が代表して拝読いたします。あなた方が私を選んだのではない。私が あなた方を選んだのであるそしてあなた方を立てたそれはあなた方が言って身を結びその身がいつまでも残るためでありまたあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父が与えてくださるためである皆さんこんばんはようこそお越しくださいました、えー、吹雪の中ですね、えー、こうして この祈祷会を下げるために、特に今,年今週の祈祷会今月はですね、えー、新年、えー、祈祷会として新春のシリーズで今年の兵庫生から皆さんとご一緒に分かち合っているわけであります米沢の隣に南陽市というところがありますがそこに5月今年の5月四季南陽というですね、えー、温泉施設がリニューアルオープンします。 そこを手掛けるのは世界的工業デザイナーの奥山さんそしてイタリアンシェフの奥田シェフそして建築家の隈研吾さんこの3人がですねそれをトータルプロデュースするのは世界的工業デザイナーの奥山さんが手掛けるわけですけれどもその奥山さんはこういうんですね 山形をブランド化し世界へ発信したいそういうんですねそのチームの一人の建築家で隈研吾さんご存知のように、えー、国立競技場そこをですね、えー建設,えー、設計したわけです世界で最も影響ある100人にも選ばれておりますその隈研吾さんがこういうんですね 社会に受け入れられらるる建築物を作るために。隈研吾さん流の流儀があってそれを貫き通しているわけですがそれは何かというと負ける建築。それは自分を主張するのではなく周囲の環境に対して神戸を垂れ受け入れ 周囲に溶け込むような建建物を建てることだってうんですね。限られた予算そして敷地制約があるわけですけれどもそれらの制約を最大限に生かす建物の建築を目指しているということですまさに建建物を建てていくその建物を建てるためにその建物の周囲 建物だけではなくて周囲も生かしその周囲に溶け込むような建物を建てていくためにまさにそれを建てる存在としてまあ建築物っていうのはここに自分が主張してますよここに存在してますよということを主張するようなものでありますけどもしかし周りからそれをこう引き上げられるようにして建てられていく。 私たち一人一人も自分自身が何か立っているというものではなくて立てられている存在であるということを今日はこの聖書の箇所からご一緒に分かち合ってまいります一言お祈りをさせていただきます「恵み深い天の父なる神様新春祈祷会第2回目今年の工場協会に与えられているところの兵庫成功を通してお一人お一人と共に御言葉を分かち合いそして御言葉を通して 私たちこの人生が支えられどんな状況にあっても主が共におられることまた確信を持てるこの番であることを信じます初めから折まで主の御臨在の中で神様の祝福に満ちた祈祷会となりますことを信じます CD そして DVD また YouTube でご一緒に祈祷会を捧げておられるお一人お一人の上にも等しき主の恵みがありますことを信じます一切を主の御手に追いだねし イエス・キリストの皆によってお祈りいたしますアーメン今日は立てられているこの存在というところから3つのことをご一緒させていただきますもう一度ヨハネによる福音書の第15章の16節をお読みしたいと思いますあなた方が私を選んだのではない私があなた方を選んだのであるそしてあなた方を立てたそれはあなた方が言って実を結びその身がいつまでも残るためであり またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父が与えてくださるためである。今日はこのところからですね特にそしてあなた方を立てたというこのところからですね3つのことをご一緒します。まず第一に立てられている目的ということです。立てられている目的があるということです。この箇所というのはイエス・キリストが十字架にかけられる前に 最後の晩餐を弟子たたちと共にしましまそのところで弟子たちに語られた言葉でもあるわけです。いわゆる「イエス様はこれから十字架にかかりますよ」その前に「まあ、国別説教」というふうに言われる箇所でもあるんですけどもイエス様ご自身が自分の十字架を覚悟してもし自分がいなくなったとしても弟子たちには希望を持って生きていけるようにと。 心を込めて語られました。繰り返し言った言葉の一つに「互いに愛し合いなさい」何度もその言葉をねイエス様が語られたわけですここで弟子たちが「選ばれた」と書いてあります私があなた方を選んだ何のために選ばれたのか 豊かな実を結ぶ目的のために選ばれたとあります豊かな実を結ぶ目的のために選ばれた私たちも一人一人自分が神様を選んだように思いますが神様の方から私たちをお選びくださっていたっていうことがその時はわかりませんが後に分かってくるわけです神様が選ばれて今ここにこうしてお一人お一人が許されて ここに存在しているというわけです立てられているという言葉ですがギリシャ語ではティセミという言葉が使われていますティセミこれは任命するという意味があるんですねまあ例えば役職に就くときさまざ、あ、ま警察官に任命する消防士に任命する教員看護師に任命するまあ教会では牧師そして伝道師 それだけではなくて、すべてのクリスチャンにとって、キリストの弟子として任命されているということです。イエス・キリストを救い主として信じた。そして、洗礼を受けた。すでにその段階でもう弟子になっていくということなんです。いや、私関係ありません。弟子ではないんです。じゃないんですよ。弟子としてくださっている。 そのようにお選びくださっているということなんです。それはキリストによる任命だということです。任命されている。この任命という字も、命を任されているということなんですよね。キリストが十字架にかかりましたよね。何のためですか。私たち一人一人の罪の身代わりとなってかかった。そのキリストの命を私たちに託したんですよね。任せたんですよ。私の命をあなたにあげますって。 しかもその死んで終わる命じゃないんですよね永遠の命ですから死んでもなお生きるその命を私たちに与えてくださったというわけですイエス様のお弟子さんたち大勢いましたねお弟子さんたちによって最初に作られたアンテオケ教会という教会イエス様のお弟子さんたちがそこで初めて クリスチャンというふうに呼ばれていったクリスチャンとはキリストの生き方に似ているキリストのようだそういう意味があります果たしてどうでしょう私たち日々キリストのように生きているでしょうかそう問われると胸に手を当てて問うてみてくださいと言われるとどうですかなかなかそうは私なんかはですねやほど遠いかなあっていうふうに思います そのような程遠いような生き方をしていたとしても神様はお選びくださっているととうことなんですよ私たち一人一人を選んでくださってそして選んでくださるばかりでなくてその立てられている目的は私たち一人一人を大使として大使としてお選びくださっているということです。弟子とはイエス・キリストを救い主として 心に受受けけ入れ、信じ、告白し、洗礼を受けたものです。そして弟子となったものはイエス様ご自身のある意味では分身となされイエス様を通して力をいただきそして権威が与えられていくそして大使として立てられているということなんです。 3年前ですけどもね東京で国家党会会という集会がありましたその集会に参加させていただきましたその集会には政界そして経済界教育界ビジネス界そこからクリスチャンの方が集まって朝のお祈りをする会をそこでですねしたわけですそこにはですね海外の 各国の大使の方がそこに参加しておられましたその大使の方はどういう方々かというと選び抜かれた人たちなんですそして外交手腕いろんな国の人とこうね外交していく手腕を訓練された人たちでもあるということですそしてその方たちは自分が話すこと行動することで自分の国を 表現する能力に優れた人々だって言うんですね大使になるということは大いなる特権でもあるということなんですね、まあ、この時ですね私はこう思いましたこの時最高のチャンスだと思いまして各国の大使がね来てるんですからせっかくですからご挨拶にね行こうと思いましてどこに真っ先に行ったかというとイスラエルの大使がいたんですよ イスラエルの大使その当時のイスラエルの大使はヤファ・ベン・アリーさんヤファ・ベン・アリーさんという女性の大使でしたそこに挨拶に伺いましてねこういうふうに挨拶しました「シャローム」ってですね挨拶したんです「シャローム」と挨拶しましたそうしましたらですねこうにっこりとその方がここ微笑んでですね「シャローム」と挨拶を返してくださいましたその ヤファ・ベンアリさんがニコッと微笑んでその笑顔笑顔からですね心いっぱいのぬくもりが伝わってきましたそしてその後感じたんですけどねその大使としての品格風格そして人格というのがそこからこう伝わってくるものがありました大使として立てられている それは、自分が大使として立っているのではなくて、イエス様を通して立てられているという。私たちは存在であるということです。第二のポイントは、大使の役割は何かということです。大使の役割。一箇所、聖書をお開きしたいと思います。コリント人への第二の手紙の五章の十七節から二十節です。新約聖書の二百八十三ページになります。 コリント人への第二の手紙第五章の十七節から二十節です。二百八十三ページになります。コリント人への第二の手紙五章十七節からお読みしたいと思います。<coughs> 誰でもキリストにあるならばその人は新しく作られたものである古い,もの古いものは過ぎ去った身をすべてが新しくなったのであるしかしすべてこれらのことは神から出ている神はキリストによって私たちをご自分に和解させかつ和解の務めを私たちに授けてくださったすなわち神はキリストにおいて世をご自分に和解させその 財下の責任をここれに負わせることはしないで私たちに和解のの福音を委ねられたのである神が私たちを通して勧めをなさるのであるから私たちはキリストの使者なのであるそこでキリストに代わって願う「神の和解を受けなさい」。ここにこういう書いてありますね「和解の務めを私たちに授けてくださった」。 私たちに和解の福音を委ねられた私たちはキリストの使者なのであると書いてあります和解の務めを私たちに授けてくださったそして私たちに和解の福音を委ねられたそれはどういうことでしょう結局仲たがいをしているそこに和解をもたらすつまり 争いがあったたららそこに平安をもたらす不安があったらそこに尽きることのない平安を与えてくださるそのために私たち一人一人がそれぞれのところそれは家庭かもしれない職場かもしれないその地域かもしれないそこにこう使わされていく和解の言葉それを委ねられたつまり十字架の言葉は「 滅びゆく者には愚かであるが救いに預かる私たちには神の力であるとありますイエス・キリストを信じるなら全ての罪が許されるそして昨年のクリスマスに子どもたちのクリスマスがありましたそして多くの子どもたちがですね会場いっぱいに 来られました初めて教会に来たという子どもたちも大勢いらっしゃいましたそこでイエス・スキリストを信じるることで永遠の命が与えられるそして誰でも天国行きの切符を手にすることができるその切符を欲しい「お友達いますか?」言いましたら全員の方がですね欲しいその切符をですね作りましてそしてそれを皆さんにお配りして。 であるですねおばあちゃんが教会に来ましてね孫が言うんですこの天国行きの切符をもしなくしてしまったらどうしたらいいんでしょうか教会に来ればまた再発行しますよそう言ったんですけどね全ての人が天国にそしてどんな罪を犯したとしても無罪無条件で 神のの国に入るることができる和解の言葉を委ねられた私たち一人一人にそれが委ねられているということです。キリストの大使それはまさにキリストの使者であるというキリストが使わしたものである、まあ、この使者というのは使うものってありますね。私たち一人一人をイエス様がお使いくださっているということです。 お使いっていうと初めてのお使いっていうね番組がよくありますね。先日今年最後の祈祷会であ昨年の最後の祈祷会で、えー、メッセージをした三浦大学新学生がいますね。彼が小学校三年生の時初めてのお使いで米沢工場協会に 大根を取りりにに来たたそんな話ががあまましたねまさに神様が使わす私たちをどのような形であってどのようなところであってそこに使わして何の目的で使わすんでしょうかその使者というのは国を代表する外交使節団の最上の称号ともあります。 国の外交のために働くのが大したというわけですよねそれは派遣された国と派遣した国の平和のために働き近隣の近隣諸国の情報も収集して本国に伝えるとつまり平和をもたらすためにということですイエス様が来られた目的は平和をもたらすために来ましたよね 私たちにもたらされた平和を私たちのためのものだけではなく平安を必要としている方々のために私たちが使わされていくということです。私たちのうちにあるものが相手の方に伝わっていくというわけですね。大使の役割が二つございます。一つは伝えることです。 もう一つは教えることです。昨年のキャンドルサービスの時に素晴らしいピアノの演奏をしてくださいました福田直樹先生。先生は米沢の移住応援大使という名前の大使なんですね。 米沢で生活している人々の豊かさに出会ってここに移住しようと決めたそうですその人々に触れたときに絶対的な安心感を感じたって言うんですよねそして食の豊かさそれに魅力を感じ移住したとそして先生はもうすでに全国各地でいや世界各国でですね演奏活動もしているわけですが 大学卒業後にヨーロッパに渡りウィーンであったりドイツ国立芸大に学び国際コンクールでもですね多数の入賞をされましたそして学校施設出前演奏というね演奏を続けています先生はその大使として米沢の魅力その素晴らしさを人々に伝えていくそれを具体的に伝えていくというのがその大使の役割として。 先生がなさっておられるということです伝えるそれが大使の役割である救うのは神様の役割ですよ私たちは救うんじゃないんですよ伝えるということです神の国の大使私たち一人一人神の国はあなた方のただ中にあるとあります出会った一人一人に 恵まれたその恵みをその救われた喜びをあなたの言葉でお伝えしていくということなんですそしてその伝わったかどうかが問題じゃなくて出会った方にその喜びを分かち合う井上久志さんという「父と暮らせば」というね 作品で知られる小説家の方でいらっしゃいましたけれどもその先生ご自身はキリスト教徒でお母さんが生活が非常に苦しい状況の中にあったため仙台の孤児院光ヶ丘天使園というねそこに預けられました戦後の貧しい時代でしたから生活するにも大変だった状況の中でそこでの生活 そこでは宣教師がおられ、活動しておりました。日本に布教をしてたわけですね。その活動をこう見ていた。その。宣教師の生き方に感銘して、彼はクリスチャンになっていったんですね。で、何に感銘したかというと。宣教師の先生たちが語られた言葉。それも素晴らしいことかもしれませんけども。 宣教師のの先生方の生き方方きだとうんですねそれはどういう生き方をしていたかというと、えー、いろんな作物ね当時貧しいですから食べるものがない状況の中でいを作ってたそうですそのじゃがいもを作っていたじゃがいもを収穫期が来た時にその宣教師の方々が収穫したそうです。そして その少年の井上久志少年はそれを見ながらいやじゃがいもふかして食べたらおいしいだろうなそういうふうに思って見てたそうですそしてその選挙者たちがそれをね収穫してね運んでったそうです自分たちで食べちゃうんだろうなってね思ったそうですけどしかし自分たちがそれを食べるんではなくてその孤児院であったり食べるものに困っている方々にお配りしている。 そのたためにそれを作っていいんだということが分かった。そのことによって彼は自分もそのような生き方を人に何かを提供するようなそういう生き方を自分もしていきたいそういうふうにですねつまり伝えるってことは言葉で伝えることも必要でしょうけども言葉以上にその実態が伝わっていったということです。 その私たちもその実態イエス様を信じるってことの素晴らしさを自分自身が生きていれば語らずしてもそれは伝わる別に語ることが全てではないので伝えることそして教えることその三浦大河進学生が教会学校で最初教えてもらった御ことばがある。 それは主の祈りであるって言いました。子供は教えられたことを素直に受け入れますよね。御言葉の種が子供の時に心にまかれると成長して三十倍、六十倍、百倍の実を結ぶと約束がありますね。そして必ず信仰の道へと導かれていくということです。 彼はその後、ね、洗礼を受けけていくわけですよえそしてお母さんもお父さんも家族がクリスチャンとなっていくそのことをこう思う時にまさに主の御言葉が心にまかれていく教えるってことは神様が私たち一人一人心の内に種をまいていくということですそれが 私たち一人一人日々の聖書の通読でありリボーションを通しながら育まれていくそしてメッセージを通して礼拝祈祷会を通して養われていく「手持て第二の手紙」の3章16節をお開きいただきたいと思いますすページになります手もて第二の手紙の3章の紙章節です。 新約聖書のページになります。それではお読みいたします。す聖書はべて神の霊感を受けて書かれたものであって人を教え戒め正しく義に導くのに有益である聖書はすべて神の霊感を受けて書かれたものであって人を教え戒め正しく義に導くのに有益である。 まさに神様のこの御言葉を通して私たちは教えられていく気づかされていくそしてそこに新しい発見が生み出されていくそしてずれているところから正しくそして何よりも私たちが義に導くとあります正しい方向にしっかりと導いてくださるということです 神様は私たち一人一人をお選びくださいました。そして立ててくださった。立てられている目的は神の大使として建てられている。大使の役割は伝えること、そして教えること。何を伝える私たちに委ねられている和解の福音、平安だ。そして教える。それはイエス様が私たちに命じられていることを教える。 御言葉それを私たち一人一人に与えられたその御言葉を私たちが生活の中で実体化されたものとして教えていく分かる形で伝えていくということです。最後の第三のポイントですけれども私たちが立てられている目的それは大使として生きるために立てられているということです。私たち一人一人人が 神の国のアイデンティティ、まあ、自,己自分の存在証明っていう意味ですけども、それを身につけるために、3つのことがあります。神の大使として生きるために、まずはイエス・キリストに触れるということです。触れ続けて生きるということです。イエス・キリストに触れ続けて生きるということはどういうことでしょう。御言葉に触れ続けて生きるということです。 まさにこの御言葉を通して私たち一人一人養われていくばかりではなくて御言葉によって私たちが立て上げられていくということです。触れ続けていく祈りを通してイエス・キリストの人格に触れ続けていくということです。祈りはクリスチャンの生命線でもあるというわけです。 祈りを通して神様との関係をしっかりと構築しながらキリストに触れ続けていくそれが大使として生きるためのポイントですね二つ目はキリストの生き方を真似るということですキリストの生き方を真似るアメリカのアスリートの方々はブレスレットを、ね、している方が多くいますそのブレスレットには w w J.D. と書いてありますねそういうブレスレットをねお持ちの方もいらっしゃったんじゃないかと思いますしまたそういうステッカーとかねお持ちの方もいたんじゃないかと思いますそれは「いう、ね、意味があるイエス様だったらどう考えるか」「自分がどう考えるかそれも大事ですけどもこの時イエス様だったらどうするんだろうか」福音書は4つありますね。 その福音書を通してイエス様がさまざまな場面で語られた言葉そしてイエス様がその状況の中で成した行為赤ちゃんは親の姿を見て育ちます親のしていることを言っている言葉それを真似ていく私たちもイエス様を真似ていくには福音書を通してそこでイエス様がいろんな方との関わりの中で成してくださったこと そしてそそここで語られたこと、その時イエス様だったらどう判断するのかどう考えるのかどう捉えるのかということを私たちが真似ていくということです。三つ目は、キリストに学学ぶぶ。とということです。触れる、真似る、そして学ぶ聖書は神様からのラブレターだとあります。聖書の言葉はイエス様ご自身を表している。 そして見言葉を通して私たち一人一人の心を明らかにしてくださる気づきがありそこに発見があり何よりも何が正しいかということを神の義ですよねそれをしっかりと学んでいくことができるということです。触れ真似そして学んでいくその結果として私たちのうちに 確信と安心が与えられていくことですそして出会う人々に励ましと慰めをキリストの命を通して与えることができるそして私たち一人一人の歩みそのものが神の栄光を表す歩みとなっていくということですそれを自分でしようと思ってするんではなくてイエス様に触れ続けそして イエス様に真似を続けそしてイエス様から学び続けていくまさにこの1年私たち一人一人が神様に選ばれているそして立てられているんだと自分が立っているんじゃなくてててられている存在だそれは何のために立てられているのか私たち一人一人を神様は大使として立ててくださった大使としての役割は 伝えること教えるるこことと教ですそれはイエス様を通してなされる神の御業だということです。あなたを使わせたところであなたを通して伝えていくそしてあなたを通して教えていく教えるというのは何かね上から目線というね感じがありますけどもその人が分かる言葉で提供していくそのためにはイエス様に聞き そしてイエス様に聞くだけでなくてイエス様に従って生きるその人生がこの1年も私たちに与えられているということですこの1年も主に信頼しまた主と共にそして主が立ててくださった存在として確信を持ってこの1年この御言葉に支えられて歩んでまいりましょうそれではお祈りをいたします それゆえあなた方は言ってすべての国民を弟子とし父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施しあなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよ。見よ私は世の終わりまであなた方と共にいるのである。どうぞしばらく応答の祈りを主に捧げてまいりましょう。